トーマス・トム・ジェフリー・コールは、アメリカ合衆国の政治家。オクラホマ州第四選挙区選出の共和党の連邦会議員である。地下相続の名門であるコール家の第五世代で、2010年時点でインディアン系唯一の連邦会議員である。1949年4月28日に、ルイジアナ州シュリーブポートに誕生し、オクラホマ州ムーアで育つ。 父のジョンは、ティンカー空軍基地原職員。母のヘレンは、オクラホマ州第四位選挙区の州議会議員を呼び、ムーアの上院議員だった。ムーア高等学校に通い、1971年に、アイオワ州のグリンネル大学で、歴史学の学士号を取得し、1974年、イエール大学で修士号を、1984年には、オクラホマ大学で博士号を取得した。 その後、トーマス・ J ・ワトソン研究所の研究員となり、1977年から1978年までは、フルブライト研究員として、ロンドン大学に出向し、また、フルブライト協会の代表取締役を務めた。以後は、大学で、歴史、政治分野の教弁をとり、1985年から1989年の、ロナルド・レーガン政権で、 国務委員長を務め、1988年から1991年に、かけては、州上院議員になった。1995年から1999年に、フランク・キーティング州知事の時に、オクラホマ州州、務長官を務め、1995年の、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件では、ビル崩壊後の復旧活動を支援した。 1999年から2000年に、オクラホマ州共和党議員、ミッキー・エドワーズの地区ディレクター、秘書室長、共和党全国委員会委員となり、2000年以降、ジョージ・ W ・ブッシュ政権での46代目アメリカ、合衆国副大統領であるディック・チェーニーの移行諮問委員会に招かれた。また2年間、 コンサルティング会社のアメリカ商工会議所や1989年設立の CHS& アソシエ e ツの社長も務めている。2002年11月6日、共和党からオクラホマ州第4選挙区代表として選出され、会長国立共和党議会の委員会を2年間、務める。2003年に副院内幹事を務めた後、会員議員となる。 イラク戦争を支持し、戦争資金の可決に加わったほか軍事委員会や天然資源委員会などを歴任。また地下相続として、先住民政策に努め、2004年にインディアン国民会議のリーダーシップ賞を受賞し、地下相続から伝道入りされている。2008年の大統領選挙では、ジョン・マケイン候補を支持した。2012年9月30日にコールは、 会員の議会でネイティブアメリカンの貿易と投資の実証プロジェクトの法案を導入させた。これはネイティブアメリカンの部族地域での排他的な投資優先権及び特別権でトルコの国有企業が自由に部族地域での貿易や投資を促しネイティブアメリカンの経済発展の促進を図ったもの。ポールはトルコとネイティブアメリカンとの関係で両者のビジネスや 文化に深い関心を持つアメリカトルコ連合と接近していた。2012年11月6日にはオクラホマ州第4選挙区選で民主党候補のドナマリーと無所属候補から出馬した RJ ハリスに勝利しオクラホマ州第4選挙区の議席を守った。2013年1月18日にコールは書くインディアン部族や団体からインディアン差別だとしてチーム名が 問題になっていたネイティブアメリカンからちなんだ NFL チームのワシントンレッドスキンズのチーム名に触れ、コールもレッドスキンズのチーム名は人種差別的で非常に不快だと述べ、チーム名の変更を呼びかけた。同年1月24日にジョンベーナー会議長によりスミソニアン評議委員会に任命された。ありがとうございます。